ピストボー、アガティです。さあ、というわけで、今回の動画なんですけども、またまたね、四季を防衛戦の使用率、のデータを見ていきつつ、まあ、どんなキャラクターが今強いんだろうね、っていうのを見ていこうかなと。四季を防衛戦のステージ7において、S ランククリアできてる、キャラクターが3ポイント、A ランククリアが2ポイント、B ランククリアが1ポイントといった感じで、まあ、各キャラクターが入っている編成においての平均クリアランクだね。っていうのを算出したよっていう感じになっておりますが、まあ、バッとこんな感じですよと、まあ、全体的にスコアめちゃくちゃ上がってますね。まあここに関してなんだけども、やっぱりこうシーザーっていうキャラクターの影響度は結構でかいかなって思いますね。やっぱ火力も上げてくれるので、まあ、そもそもの DPS 上がることももちろんなんですけども、やっぱシールド持ってるんで、その被弾することによる攻撃タイミングのロスだったりとかっていうのも疑似的に減らすことができるっていう面で考えるのであれば、やっぱシーザーっていうキャラクターは、なんて言えばいいんだろうね、本当に火力に貢献がすごく高いキャラクター。まあ、やっぱそんな中でもやっぱ支援施設がちょっと頭抜けてやばいなって思う気持ちはあるね。まあ、上からパーッと見ていくと、ジェーン、セス、シーザー、リナで、猫またここ来てるの結構熱いっすね。まあ、後で使用率見ていくけど、使用率自体はやっぱ下がってるんやけども、やっぱりこう、シーザーが出たことによって、いわゆるあの、ダブル支援の猫股だったりとかっていう編成が、本当にこう、バリューが上がったというか、まあそこの面で、見ていくと、猫股っていうキャラクターの評価っていうのも上がってるのは目に見えてわかるかな、っていう感じ。あと平均点がバーッと続いてるよといった感じ。まあエレンが相変わらずやっぱこう、平均点高いのは、エレンの立ち回りが強いっていう面も強いだろうね。まあまあここら辺にしておいて、やっぱみんなが一番気になるであろう、いわゆる使用率ですね。ね、見ていこうかなと。じゃ、まず限定 S ランク見ていくんですけども、やっぱね、ジェーンがちょっとおかしいね。まあ俺も最近ずっとジェーンを使ってるんですけども、やっぱ火力も出る。そして、まあ運営さんからもね、発表があったと思うんですけども、やっぱり、その今後、制限時間内に倒す以外のコンテンツ増やすよって なってる中で、まあ、新しく追加されたノードに関しても、やっぱりいかに倒されないかっていうのが重要じゃないですか。その中で、やっぱシーザー、ジェーンの編成において、シーザーとセスっていう2枚のシールド役がいること、と、やっぱジェーンっていうのがこう場に出続けて戦うんだけども、本当にこう回避をメインとして戦うキャラクターでもあるから、まあ、被弾が基本的にめちゃくちゃ少ないんだよね。っていう諸々の面も考えて、やっぱこう、本当に使いやすい。キャラだなという印象で、まあシュエンとエレンについての使用率が下がっているんですが、エレンの使用率がね、なんと 56.48% と非常に高めになっております。これ 11% 下がってこの値なんで、やっぱエレンはこうまだまだこう根強い人気、かつやっぱりそのいろんなキャラクターのアップデートが入るんだけども、その中でもやっぱこう双角だったりライカンっていう不動のメンバーだったり、あとシーザーチンイっていうメンバーとか、まあ、そのエレン自体が本当にあの癖がないアタッカー、場に出続けて戦うし、ヨダメとか会心系ステータスもバランスよく伸びるしっていうキャラクターなんで、本当使いやすいっすよね。で、まあ、チーンとシュエンが少し下がっていて、シーザーが新しく入ってきて 43.95% と、まあ、チーンが下がった理由については、おそらくその枠にシーザーが入ったっていうパターンがあるかな、というふうには考えてますね。まあ、それこそ今までそう、相性のいい撃破だったりとか、火力を上げてくれるキャラクターがいなかった編成については、やっぱりチーンを入れるっていう方が多かったと思うんですけども、やっぱその中でシーザーっていうのがね、まあ、こう、撃破の性能を比べるとそこまでじゃないけども、まあ、単純な攻撃力のバフだったり、あとは出場時間が短いんで、アタッカーがね、すごく殴るよっていうキャラクター、まあ、エレンだったりとか、まあ、ジェーンだったりとか、っていうキャラたちについては非常に相性がいいんで、まあ、そこの影響も大きいかなというふうに思っております。で、まあ、次に工場 S ランクですね。まあ、全体的にちょっと使用率下がりつつはあります。まあ、ここで一番大きい要因としては、やっぱりこう、工場 S ランクのキャラクターたちが、アタッカーかサポーターか撃破みたいな感じじゃないですか。で、まあ、ライカン、クレタ、まあ、この二人については、チーンが出てきたのはそうだけども、やっぱこう、疑似撃破できるシーザーの実装が結構大きいかなと思ってますね。リーダーも一緒かな。で、まあ、11号クレタ、ネコマタですね。に関しても、やっぱこう、ジェーンの使用率が上がってきているんで、そこの点を考えても相対的に下がっちゃったかなっていう印象くらいですね。まあ、使用率なんで、あくまでも。クリアランク見たらわかるけど、全体的に平均値は上がってるんで、
やっぱこうシーザーが実装されたことによってもたらされた安定感の向上っていう面では、まあ非常に素晴らしいのかなと。でまあ A ランクキャラクター見ていくと、これ結構おもろくて、まずニコと総額が 11% 14% と使用率グッと下がってます。まあここの枠に関してなんだけども、まあやっぱシーザーをこう試して入れようみたいな人も多分多かったんだろうね。やっぱシーザーっていうキャラクターがね、あのパリー支援できるキャラがいれば OK っていう本当ガバガバ条件で、まあ、シールド貼ってくれて安定感高めつつ攻撃力1000アップ持ってる、なおかつ継続時間が長いのが偉いよね。ニコってやっぱデバフとバフ強いんだけども、こうブレイク時間いっぱいいっぱい殴るのむずいっていう話だったり、まあ、総額に関してがね結構あの儀式だったりとか、まあ、あとはブレイク時間ちょっと無駄になっちゃうなって場面があっちゃったりとかもするんだけども、やっぱシーザーっていうそこのバフに関しては圧倒的なバフとまではいかないけども、まあフィールド出場時間の短さ、バフのかけやすさだったりとか、あと継続時間の長さ、もろもろ考えたときに、まあなんかこう、強いっていう基準じゃなくて、使いやすくて好んで使っている人が多いのかなっていう印象を受けましたね。でまあセスとルーシーは相変わらず使用率ぶち上がってます。まあセスについてはね、前回が逆に低かったね。ジェーンの使用率が結構高かった。ジェーンが確かね、前回がね 40% ぐらいだったんだけど、に対してセスが使用率 20% でめっちゃ低かったんだけど、まあ、やっぱみんな使い始めてるっていう点があるとこと、あとはルーシーだね。まあ、ルーシーについてなんだけども、やっぱ11号シーザープラスルーシーの、まあ、ダブル支援の11号編成だったりとか、あとはシーザー持ってないよっていう人に関しては、ジェーン編成の3枠目に入れるっていう方だったりとか、まあ、ルーシーほんとまだまだ使える汎用性の化け物なんで、まあ、この使用率上昇にも納得なのかなと。で、あとは、パイパー、カリン、ベン、アンド、ビリーと続いてますが、まあ、ここはもう誤差だね。まあ、ただやっぱ、アンビーがちょっと使用率また下がっちゃったかなっていう印象はあるかな。やっぱシーザーがね、何回も言ってるけど、疑似撃破みたいなキャラなんで。っていう面が強いですかね。っていう感じですね。で、まあ、ステージ7においての、まあ、使用率っすね。まあ、見ていくと、まあ、まずステージ1個目っすね。に関してが、エレン総格ライカンの編成がまだまだナンバーワンですよと。これ非常に素晴らしいっすよね。やっぱエレンってやっぱこう、楽しいからね、使ってて根強い人気があって。本当総格とエレンが、使われてる方が非常に多いのかなという印象ですね。うん。まあ、編成についても、やっぱテンプレ編成が一番使われてるね。エレン、ライカン総格、シュエンチン、ニコだったり。で、サブステージの方が結構おもろくて、やっぱジェーンセスルーシーの編成とジェーンセスシーザーの編成が、まあ、2トップでありますよと。まあ今のジェーンの編成組むんだったらこの2パターンだろうね。まあ、ちょっとバーニス実装でどう変わってくるかが実際にね、実装されてみないとわからないんだけどもっていう感じ。まああとは面白いところで言うとランク5の部分にいるいわゆるカリドーンの後編成だね。ハイパーキャリー編成っていう編成も幅広く使われているという印象を受けました。で、あとはあれだね。僕が以前、動画にさせていただいたんですけども、11号の、ルーシー・シーザーのハイパーキャリー編成においても、やはりランキングには入っていますよと。まあ、11号ほんと使いやすくなったんで、シーザーの実装によって、まあ、ここも結構妥当かなと思います。まあ、シーザーってほんといいキャラだね。という印象ですね、ほんと。うん。まあ、ジェーンの評価も上がってますし、なんかこう、全体的にこう、ちょっと使いづらかったなっていう不便さを感じるアタッカーたちを軒並み使いやすくしてくれた、ほんと万能キャラっていう感じで、やっぱゼンゼロのキャラのバランスの調整がうまいなというふうに感じました。というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。